こんばんは、ミキの昴生です。ミキの亜生です。よろしくお願いします。さあ、金曜ロードショー。ちょっと。何忘れてんねんの。忘れてて、ケンちゃん来てんねん。いやいや、それでも言わなあかんよ。ごめんな、ケンちゃん、ちょっと待っといて。ごめんなさい。金曜ロードショー、隣のトトロ、いかがですか。はい、これは言わなあかん。こっから。これは言わなあかん。こっからです。隣のトトロ。ということは来週は、あー始まる。始まります。どうですか、ケンちゃんは隣のトトロ見たことあります？いや、すいません。僕ね、結構ジブリほぼ見たことなくて。キモいね。因縁な、これ。こういうやつ。難しくて。ほんまに？そう、ドラゴンボールとか、ジブリとか見たことなくて。え？ドラゴンボールないの？ドラゴンボールもない。めっちゃ見てそうやのに。結構そういうの好きなんですけど、もう僕正直マリオしか通ってないんですよ。そんな、そうなんて。マリオも、通るとかじゃないでしょ、マリオ。マリオ、あれ、やるやねん。いや、マリオ通る。マリオ、マリオ、通るとか、見るとかあんまないんで。マリオってやんねん。はい。通るんちゃうねん、あれ。そうなん。でも二人はジブリめっちゃ好きですよね。ジブリめっちゃ好き。まあ、一般的に僕はもう、どれを見たことあんの、ケンちゃんは。いや、マジで授業で、もののけ姫一回とかですね。そこで、うわ、すごいなってならなかった。あ、面白いなとは思ったんですけど、だからもう、千と千尋のオチとか、知らないです。オチとか言うな。あれの。もうあかんわ。こんな人。ミキさんの出囃子。はいはい、はい。魔女の宅急便とかもうわかんない。魔女の物語なんでしょ、あれは。配達の話です。配達が主人公。はい。配達が配達のお話、はい、宅急便のお話。宅急便のお話です。そこら辺もわからないんで。うわ、そう。やばいな。はい、ケントさん。ちょっとな。仮暮らしのアリエッティとかも何を借りてるかとか。いや、まあ、そういうことですね。いろいろ借りてる。いろいろ借りてる。いろいろ借りてるんだよな。そう。そんなジブリをそんな見てないゲスト。マジかよ。今日もゲスト来ていただいてます。はい、ケント深谷です。お願いします。いやいや。ケント深谷です。よろしくお願いします。ケンちゃん。ちょっと前回がね。そう、ちょっとごめんなさい。偏った話をしちゃってね。はい、かなり、ちょっとフラッシュバックさせてしまって。早く終わって、インスタ見たいもん。ケントさんの。もういいって。2週連続なっちゃうから。お前、それみんな、こいつも結構な SNS 探偵やね。あ、そうなんだ。SNS で、こう、いろいろ探すタイプなのよ。ああ、好き。見つけるんだ、もうちょっと、好きというかもう止まんないですね。気づいたら、探しちゃってる。探しちゃってる。名前で。うん、そんなことしなくていいよ。いや、高校の初恋の、こう、3年間好きだった子とかも、今どこで働いてるとか全部知ってるから。怖っ意外とお前ってあれやな、恋愛ってほんまに結構ボロボロやんな。ボロボロです。なんかうまくいってないよね。なんか、そんなうまくいきそうなのに。いやー、ダメだ。もう。ケンちゃんはどうなん？ケンちゃんの恋愛とかマジで聞いた。いや、僕ね、それこそ前回、誕生日に別れたって言ったんですよ。はい、僕も一回会って、うん、なんか長く付き合ってた人いるんですけど、うん、それは結構な、まあ、大やりってなってますよ。過去の話ですけど。嫌じゃない？嫌やん。どれぐらい付き合ってたんそれ。それはまあ2年ぐらいですかね。知ってたんそれ。はい、知ってます。で、しかも大やりで、しかも結構芸人が言ってるタイプの大やり。お前最悪やん。でも僕なんでなん好きになっちゃって。キモキモいやばいやばい。どこ好きになれんねん。なんやねん、俺こんなやつと喋れてないわ。なんでだよ。いや、きつい子いいじゃないですか。なんで好きになんの。いや、好きになった。一回、今井、と、出た今井ライパチ君と、出たよ !22 で合コン行くっていう。出たよってあいつ、コンパ好き。コンパばっかり俺ともコンパばっかり言ってね。あいつコンパばっかり言ってほんまに。あいつもうすぐボッケしようね、あいつ。言うなよほんまあいつなでもすぐボッケしようねん、コンパ中これほんとに、で、世界で一番綺麗なボッケだからね。一番綺麗すぐコンパ中コンパ中なこと喋ってる時に。すぐボッケして、はい、あいつなあいつねあいつ。でももうピカピカですよ、ほんとに。ピカピカる泥団子ぐらい綺麗。ピカピカの勃起しておるから。うん、まだ勃起しておれないかいで。やめれって学生すぎる。やめれよ、お前。学生だな、そんな。じゃあ、ライパチじゃない。まあで、ライパチと合コン行くってなって、2対2の合コンだったんですけど、その、ライパチが最初に、いや、ケント、今日来る子、やりだから、付き合うとかではないと思うよ、みたいな。あ、もう言わってくれてたよ、そうやって。あ、そうなん。言ってくれて。で、全然、行ったら、ドタイプすぎて。今井にごめん。これ俺は、この子とちゃんと付き合うって。じゃでも言われてるわけやん。それって、その、いや、この子、はい、もういろんな芸人さんとそういうことあるでって言われてるわけやろ。そう。でももう、いいなと思ったんで、その後に、その関係があった先輩とかに、すいません、僕この子好きになりました。あ、行かしてもらいます、はい、ちゃんと、付き合いに行こうと思いますって言ったんですよ、しっかり。すごいな、だから。すごい。不義理になると思うから、不義理になると思うから、そこ。なるか。筋を通したんや。筋通ってるのかな、って。で、やって付き合えたんですよ。ちなみに、P 入れるから、一人だ、なんか、言えるそれ、誰か。P 入れてくれます。全然 P 入れれば。わーい
リアル！リアルリアル。めっちゃリアル。めっちゃリアル。あと、そうですね。あと、わーおえもうええ、もうええわ、もうそう、もうちょっと、その女の子やばいわ。やばい。まあそんな子も、がいいなと思ったんで、ちゃんと付き合うと思って、ちゃんと行って、ね、おいお、お前かっこいいな、アートそうだって、サムです。もうめちゃくちゃやん。もうほら、もう、まあ、ど真ん中はほんまにあかんわ。忘れてました、言ったら。そうそう、ほんまにあかん。でもその、まあ言うたら、はい、まあガンガン遊んだある人たちの、うん、っていうことでしょ。そう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 。別にそんな隠して遊んでる人じゃないもんね。でもそれももう言ってて。そうそうそう、別に。言ってたから、その子も言ってるっていう。すごいね。でもいいなと思ってたから。何がいいなと思ったん？いや、もう本当に顔っすかね。可愛かった。なんとでもなるやん。それ顔が、ぐちゃぐちゃぐちゃってなれへん、それ。いや、僕って、本当に髪の毛量がある人めちゃめちゃ好きで。その人もシャレない、エクステつけてないのに、もうめちゃめちゃある。ボガーって。ボガーみたいな感じの。でかい。バルデラマンみたいな。コロンビア代表。コロンビア代表。懐かしいって。バルデラマンみたいな。バルデラマン。バルデラマンぐらいあったの。知らないですけど、多分おそらくそう。コロンビア代表ぐらいあっていいなと思って。で、まぁちゃんと。お付き合いをしたんですよ。向こうもでも、私、その、過去にいろいろあるよって言ってた。言って。ええ子やな。ええ子やだから、それはいいの。だからいいやん。ええ子や、ええ子やの。で、付き合えたんですよ。うん、で、まあ、1年ぐらい、2年ぐらいとか何もなかったんですけど、僕の誕生日の日に、その日だけ、ケーブルテレビで朝6時から仕事があって、うん、これ1年に始発で出発なんか1回か2回しかない。御堂筋行ったら、僕の誕生日の日なんですけど、彼女が、駅のホームに知らない男と2人いて、うわ朝の。はい。始発の。始発の。うわ、で、あ、これ絶対彼女だけど、喋らなかったらしらばっくれるなと思って、背中、トントンってゴチみたいな感じでして、トントンってやって、おはようだけ言って帰って僕。キモ怖い。ハローと一緒やん。昨日、先週、先週の。いや、テンション高い時はハローだけど。気持ち悪い。やっぱ根の日本人が出て、おはよう。やばい、もう。恋愛に。よかったな、今の話。今井さんね。おもろいな、やっぱ今井さん。ちょ、ライパチの話やめてあげよう。え？ライパチにかわいそう。唯一前半のトークで、ライパチだけが名前出てんねん、これ。確かに。他全部 P やのに、ライパチだけが、いいやん。名前出て。ライパチが。なんでライパチだけ許されてんねん、かわいそう、おらんのに。他の人 P 入ったけど。P 入ってんのに、ライパチだけ。今井さんはフリー素材やから、別に。かわいそう。でも、懐かしいっすよね、その合コン。いやだから、今井さんとはめっちゃコンパ行って、それこそ、うん、ちょっとコンパ話、ちょっとしよう。はい、本編で。コンパ話。あ、そう。まだ本編なかった。まだ本編始まってないですよ。タイトルコール言ってないんで。はい、本編じゃないのに勃起とか出てるの深夜すぎる。テッカテカの勃起してるから、やめろ、連想させるな。やめろ。さあ、今日も行きましょう。ミキの深夜電波。この番組は、パリミキの提供でお送りします。でもケンちゃんとは行ってへんやろ、コンパ。ケントさんとは行って、僕が行ってんのはもうラブおじさん、今井さん、ナダル。と僕。もう外ればっかりやん。俺一回ナダルと11対11の合コンも。サッカーフルコートフルコートで。だから全員レッドカードで終了。何してそんな反則しまくり。ゼロ笑いのオンパレードで。すごいな、これ。やっぱりね。どういうとこでやんの ?11 対11って。いや、もう、ナンバの、もう本当に最初ライン打ち上げする、ちょっと名前とかはわかんないんですけど、本当に安いところ、うん、飲み放題1500円とか、それぐらいところで11対11とかもう、なんか宴会の女ところみたいな。いや、そうやんな。ありますね。男子1列11人、女子1列11人。あれおもろそう。で、乾杯の前にナダルが女子側に行って、まずイエローカード1枚で。変な感じ。変な感じ。最速入れ。早いね。で、その時行っちゃってるとかも、やってるけど、テレビとか出てないんで、乾杯の時もなんか行っちゃってる。でも、レッドカード退場。早っ。ゼロ笑い。最速のレッドカード。最速のレッドカード。いや、だから、ケンちゃんは、だから、俺らが知っててもずっとピン芸人。あ、違うわ。全然違うよ。一回コンビ組んでるわ。何回も組んでるよ。ラブおじさんとも組んでるし。え、そうなん？あ、ラブおじさんとかユニット。あ、そうか。うん、一個。一番最初が、パンダンスっていうので、それは3年間やってたんで、うんね、それ3年間と、今新喜劇にいる、実写版のコブダイこと、田畑さん。田畑さんと EWT 先輩と1年。やってたね。
あれが辛くて。いや、田畑さんとはめっちゃ仲いいんですよ。だって今でも全然喋る、うん。全然喋る。で、満を持して、なんか組んだ感じだったんですけど、すぐ、せやねんの、あの、俺覚えてるわ、それ。その時って、みちさんいましたっけ？いや、僕らはまだね、レギュラーじゃないですよ。その次の年ぐらいですね。なんかあの時って、せやねんで、住み込みで何かするっていうのが流行ってて。企画。うん、田畑さんと組んだ瞬間に田畑さんが、あの、和歌山の備長炭炭作りに挑むっていうのになんか抜擢されたんですよ。ほんと、和歌山の奥地なんで、3時間ぐらいかけて行かなくちゃいけないです、そこに。で、田畑さん住み込みで、ずっとやってネタ合わせできない。うん、で、最後ら辺になったら、僕もコンビとして住み込み行くっていう。はい。だから、2ヶ月、3ヶ月ぐらい、4畳のプレハブ、電波なし。うわー。はい。のところに田畑さんと二人。きついぜー。これは。せやねん、めちゃくちゃやな。テレビとかそういうのあんの？そういうなんか娯楽的な。テレビはありましたね、確かに。でももうそこは田畑さんと二人でもう、墨作りって一歩踏み間違えたら死が近いところなんですよ。例えばあの、そう、火の中取り残されたりとか、木が倒れてきてとか、うん、だから結構ちゃんと仕事してて。うん、もうだから笑いとかは、笑いとかした、したらもう本当に終わっちゃうみたいな。うん、だからずっともう田畑さんと住み仲間みたいな感じで。芸人仲間じゃなくて、一緒に仲間じゃなくて、だから住みを仲間作って、いい住み作れたんで解散って感じで。さすが、あの、自分らの納得のいく住み、備長炭が作れて、お住み付きはもらったってことやね、でも。あ、うまい。さすが。今山田、はい、山田くん今電車で走って、また。電車乗って、そこまで。そこまで。え、山田くんってそんな、ウーバーイーツみたいなこと、やってくれんの？座布団。ウーバー座布団。ウーバー座布団やってくれんの？アプリでしょ、あれが。アプリで。いや、座布団一枚お願いします。座布団担いで。そう、担いでくる。大変やな、それ。でもそれがやっぱ僕一番しんどかったんですよ。ミキさんいろんな仕事してるじゃないですか。正直、なんかあります？いや、俺らね、でもね、俺ら、恵まれてんのが、ドーンって忙しなって。一気に忙しなって。だから、そんな長時間のロケできへんのよ。そうそう。だからないっす。一回もしたことないねん。せやねんぐらい。ほんまに、長い。いや、でもそれでも一日だけや。18時間。3ヶ月かそんなないっすね。全くない。で、泊まってロケとかもないっす。何日もとかはもう全然ないっすね。うん。ありがたいのか良くないのか分からない。いや、全然ね。まあじゃあちょっと。ロケの苦労話があんの、めっちゃ羨ましいっすもん。だからそんな。ないねん。じゃあやりましょうよ。過酷ロケ一緒に。僕もやりますから。もうあの、これでいい。これ深夜電波のためにやる。過酷ロケして、ロケして、喋って。1日3時間過酷なことして。いや、そんなことせんでも喋ることありまして。で、その喋ることなかったら、なんか。攻めの姿勢行きましょうよ、いや、まあ、そやけど。もう一度ね。いや、せっかくやって映像残してほしいんで、なんか別に喋り。嫌やわ。なんでラジオで、あれしんどかったなーって。自分らでやってるから、あんま入ってけへん。そう。いやいや、やらされてるわけじゃない。いや、全然僕が二人が乗ったらやりますからね。いや、まあ、いや、全然やってもいいねんけど、過酷ロケ。まあ、そうですよね。でも、さっき言ってた、一気にミキさんバーンって言ったじゃないですか。あれでどこでバーンってなりましたっけ？ M1 でしたっけ？ M1 の前ぐらいから。M1 の前ぐらいから。1000枚ぐらいです。どの、まあでもまあ、うんって、まあ俺ははっきりと覚えてるけどね、うんとか言いながら、でも。あ、覚えてます？しっかりと覚えてる。やっぱそれ。何すかそれは。2016年。はい。完全2016年に、NHK 上方漫才賞を取って。はいはい。で、その後、27時間テレビの。はい。なんか、その年だけやってた賞レースがあったの。あった今日それだ。その二つがもうちょうどもう、トントンっていう感じだって。で、なんか関西の賞レースとかも全部出たりとかして。確かに。で、そこでも一気に。そうだ、しかも、今と違って、あの時ってまだテレビ最強というか、そうそうそう。影響力半端なかったじゃないですか。みんな見てた。みんな見てた。だからいいタイミングで本でパクリ台湾とかも、なんかその後にポーンって決まったけど、なんかその年がすごい。バババーンっていう。そう。で、なんか M1 も決勝まで行ってんけど、敗者復活で和牛さんとギリギリ。はいはい。みたいなとかも印象良かったみたいな。なんか、その年がもう完全にターニングポイント。いやー、実力もあるって運もありますよね。いや、運がめっちゃ、めっちゃ。やっぱ、めっちゃ運。だって、あのタイミングで井出さんが下から降りてきた、下に降りてきたってのもあれも運やもんや。あの悔しさで今頑張ってるから。いや、本当にそうです。だから、井出さんわざとやってるかもしんないよ、本当に。これを、高く飛ばせるためにやってくれたんかな。やっとしたらめっちゃ好きやで。俺の単独も見てないかもしんないよ。あのエレベーターだけを信じてるかもしんない。いや、ケントさん単独は行ってた。行ってた。悲しくなるんや。彼氏だけロビーに残して、自分も見に行ってた。彼氏も見てくれるんだけど、もういいの。知ってる。何年前の話だってそれ。ほんま10年ぐらい前なの。10年前で。ちょうど。もうええやん。よくない？歳月な問題って。違うよな。いつやろ、こんな。そう、これに関してはもうね。もう今が幸せなんだからいいよ。いや、知ってる？あの、記憶力が良すぎて、その悲しみとかも全部覚えてる人とかいるんやって。
昔のこと、うん、そう、もうそのショックやったことも記憶力良すぎて思い出して、うん、もう毎回へこんじゃう、うん、こ記憶が更新されへんから、うん、俺それやね多分井出さんの場合だけ。そんなことないよ。いや、うん、ほんまそうなんです。だそんなことないよっていう権利は、そ、二人にない。そうやから、俺が。今、現に悲しなってる。あれ、これ毎回さ、深夜電波の後半、ダラダラと、井出さんのなんか辛いことばっか、結局また、結局また、ケントさん、俺が言っちゃったから、俺が言っちゃったから。ケントさんがいると思い出さす。井出さんを。いや、もうええやん。そう、芸人になる前の話はええやん。そう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 。芸人になってから、うん、その、ケンちゃん。芸人になってもやん。もう井出さんがあってんねんから。ケンちゃんは、もう、話戻してごめんね。はいはい。ごめんね。ケンちゃんは東京出てきたけども。東京ですね。その、さ、俺は待って、俺は事後報告というかさ、はい、行きますっていう感じ。なんで、なんぜ、なぜなの、なんぜ、なんぜ。そう。やっぱその、やっぱりこの、人が買う時の。これはやっぱリアルなんですけど、うん、まあ、大阪いても、あと多分4、5年とかは生活できると思うんですよ。うん、できるよ。はい。4、5年まあ、やらせてもらえかなと思うんですよ。やっぱり、良くも悪くも漫才最強なので、大阪は。それは。こっから、残るってなったら、もう一か八かでも勝負した方がいいからです。すいません、今真面目な話してます。いや、でもわかんのよ。はい、でも大阪って、ほんま上詰まってるというか、俺らもそれ感じて、俺らは別にだからって出たわけじゃないけど、はい、マルコポロリね、出てた時に、はい、もうほんまに感じてんけど、その時はまた芸人が出てたやつとかじゃなくて、はい、まだ V とかも見る感じのやつやったから、はい、こうやってスタジオって見てたら、はい、V が3本あんねん。はい、V が3本でそれ見んねんけど、うん、ロケ V、はい。3本ともシャンプーハットさんがロケ行ってんねん。そんなん、で、スタジオにもシャンプーハットさんいんねん。いや、そんな、はい、シャンプーさんしか無理なんて。それ。もっといけるやん、絶対。挑戦。詰まりすぎ。挑戦を怖がってる、ね。そう、挑戦しないのよ、若手で。大阪はね。安牌っていうか、もう確実に100点出してくれる、シャンプーさんがいるからっていう。そういうことですね。その気持ちはね、俺らもう分かってて、みんな分かんねん、大阪いる人ら。ら特にピンだし、まあ、一回攻めの姿勢です、本当に。だからこっち東京来て2、3年無理だったら、やめてもいい覚悟。ええー、いや、本当にそうです。まあ、多分やめないんですけど、キモいから。でしょうね。でしょ、でしょ、うるせえよ、お前だよ。いやいや、キモい。お前だよ、お前だよ。だいぶキモい、お前だよ。ケンちゃん、だいぶキモいな。いや、俺、ほんまに、今日でちょっと変わった。俺、めっちゃいい子やなというか、地元の後輩ぐらいの気持ちだった、ほんまに。ありがとうございます。ちょっと可愛い。頑張ってるし、チンとも仲良いし、で、チンとご飯行こうって言ってて、3人で。ちょっと考え直した。なんでいやいや、気持ち悪い、その、チンもなんか、違う。引くと思うね。一番33期でまともですよ。どこがやねん。いや、まあ、言い出したら、確かにね、33期もやばい。33期レベルが高いだけで。一番まともなやつ誰なん、ほんまに。一人もまともなやつがおらんねん。筋肉やばいやつとか。この33期で一番サラリーマンやったら誰が成功するかっていうのを全員で話したんですよ。今井ライパチです。絶対ないって。かもしれん。絶対ないって。いや、コンパでボッキすんねんで。コンパでボッキするやつが、なんで社会出て成功するの。会社ではボッキしないんで。そう。エロい話ないやろ。でしょ。いや、ないけど。うん、ライパチなんでライパチ？ライパチって結構しっかりしてますから。しっかりしてる。で、結局、先輩に可愛がられたりとかも。先輩付き合いもな、ええわ、あいつ。だから、悲しいことに、僕やっぱ見た目が普通大学生っぽいんで、最初は別に普通の感じなんですけど、最近その33期のキモい奴らが俺を引っ張ってて。誰なん？キモい奴は、そのトップ走ってるキモい奴33期。トップ走ってるのは霜降り明星ですよ。そう。キモすぎるよ。ダントツでトップですよ。あ、トップ。やっぱりトップ走ってるキモい。まあ全てにおいてトップが走ってて、でも他にももちろんコロチキとか、あ、キモいね。まあこっから現れるのがマユリカ、ビスブラ。すごいな。日本の社長、紅生姜。日本の社長、ケツなんて。ケツくんなんか、その、社会に出ちゃいけない人間ですよ。ほんまやな。ほんま、まともなやつほんまにおらんやん。はい。だからそこが結構引っ張ってきて、俺のことを結構晒し上げたりとかしてるんで、最近。めっちゃ。いや、だからな、なんかな、ね、その33期の見た目でバンってインパクトで、うわ、ちょっと何こいつ肝っていうのもあるけど、はい、それに隠れたさ、だからケンちゃんとか、うん、コロチキ西野とかって、本当にやばいやつ。いや、だからあの木じゃなければ、もう今頃。えぐい。せやな、モンスター揃いやから、その陰に隠れてるだけで。僕ずっと言って、アセちゃんのことを、あの、入れ物の違うナダルって呼んでますから。これで、ね、アセちゃんがこんなに。せやな、でもわかるわ。そう。わかるわかる。ほんま。内容も顔とか全部。なぜこんなにモテるのかとか、これ坊主にしたらナダルの方がイケメンだから。何言うねんな、これ。魂は一緒やねん。2年目ぐらいから言われた。俺はもう汗で。入れ物違うナダル。あ、でも分かってくれてたやん、それはね。ケンちゃんは。やっぱケンちゃんはその見透かしてたわけやね、それを、うん。いやいや、僕結構ちゃんとして、いやだからそのやっぱ33期さんが強烈すぎて。ちょっと強烈やな。いや、引っ張られんねん、やっぱり。いや、だってそんな風になると思わんかった。
くない、この気が。正直。思わなかったですね。こんなことになるなんて。なんか、なんやったら、はい、優秀な気というか、そのエリートばっかりで、うん、あの、ネタめっちゃおもろい。いや、ほんまほんまほんま。もう、男性ブランコだって出せるやつより、もう最近もうキモイの方が強い。やっぱキモイコンビというの。男性ブランコなんか。で、今もう大阪に33歳はネイビーズアフロ君しかいないですから。あんなもん、キモイの最たるもんやから。あんな、あんな奴ら。前はね。まともなやつほんまにおらへんやん、マジで。マジでえ、誰がいるやろ。いや、ほんまにおらんわ。ザジ。いや、ザジなんか。いや、ザジでも。見た目からやばい。うん、見た目だけやねやばいの。中身普通の人。中身、それがやばい。中身あれ普通の人や、ザジ。それがキモいね、あの見た目。ザジの方が普通だな。ザジってめっちゃ普通やから、中身。いや、そうかしら。見た目キモいだけで。ええー、ほんまやな。そう、滝音の秋さだとか。ああ、あかんわ。もう滝音の秋さだなんて。音出すだけね。音出すだけ。ほんまに。あ、わかるそれ。え、わかりますよ。あいつやばいよな、ほんまに。音出す。だから本当に、アーティストですよ、もうほぼ。音出してる。音出してるだけ。あいつは。会話な、会話してんもんな、はい、あれな。言葉が倍ぐらい喋りますから、ね、確かに。すごいな、それは。お前33期さん。でも、それ、ユニットもやってるやん。その、ライパチと、それこそ、ラボおじさんと。ラボおじさんと。それなんでだ、なんでその3人で。なんか、今井が解散した時、うん、あ、東大阪っていうの解散しました。すごかった。トップ走ってましたよ。走ってたね。で、今井が僕大好きだったんで、今このままだったら、ちょっと、辛いかなと思ったんで、うん、落ちた瞬間に、合同単独ライブをやろうって満劇で言ってメンバーじゃないんですけど僕の単独っていう名前で今井も入れてでせっかくやるんでちょっとユニットネタやろうかっていうのでそれが楽しかったから続いてああそうね、はい、でなんでラボおじさん入ったの事故ですねいやいやいやそんなことありえへんよそんなことありえへん一人が入ることが何事故かなんかがありえへんやんいやいやいやそんな、ね、事故って誘ったから誰かが誘ってなんかやろうやってなったことが入ってたすって入って気づいたらなんか3人で並んでてああそう、はいうん、まああんまり憎まれへんようなタイプラビットも見たラボおじさんのせいやさんの言ったってくださいよあのラビットでせいやさんが誕生日その日、あの、ひな壇のとこに行って、せいやさん今日誕生日なんで、今日はいろんなせいやさんに催し物を用意してまーすみたいな。で、いろんな人が特技披露したりして。うん、で、最後に、この方とっておきの仲いいこの方が、来てくれスタジオ来てくれます誰や誰やってなって、それラボおじさんやって。あ、友達やん。そう。で、ラボ、せいやさんが好きな、なんか、ご飯を作ってくれるみたいな。うん、そうそうそうで、ラボおじさんも、会いた瞬間に、この、うんまーとか、ギャグあれ、うん。うんまーっていうギャグがあるんですよね。がやったりとか、なんか、いろんな、うん。いろんななんかこう返しを用意してて、うん、でもこの方ですってカーディガンしたからブワーって開いた瞬間にラボおじさんの目の前に名だたる芸能人がその日ラビットは、ね、ラビットブワーって去ってて生放送で、ね、生放送、うん、よっってなって全部バーンって飛んで、うん、ラボおじさんよってまだ留学生の方が喋るから日本語覚えたての方の方がめっちゃ他に喋るめっちゃくちゃ面白かったラビットにようだけで、はい、かわいいやゲストで来るって、かわいいやん愛されそれが大爆笑やってるそうなんようでもやっぱ本人はもうそれ結構辛いって感じなんでなあだからそのようしか言えなかったずっと後悔してナダルと一緒ですよ。あ、そうですね。うん、いや、その、自分の予期せぬとこのハプニングも、はい、この、あんま計算してないから分からへんし、はい、納得できへんできできない。そういう人いるわな、でもそれな。大好き、ラボーさん大好き。ケンちゃんちなみに東京来てさ、はい、この番組出たいみたいなのある東京、まあめっちゃ出たいですよ、いろいろ。結構ザ・テレビが好きなんで。ああ、はい、そんな感じするわ。なんでしょうね。まあ、うっちゃんさん大好きなんで、うっちゃんさんと僕となんちゃんさんで旅番組で。うっちゃんなんちゃんででやん。その邪魔やっうっちゃんなんちゃんでと、ででやん。なんでうっちゃんが、もうリーダーでおって、お前となんちゃんが、ついてくん。ケントさんよりも下やなんちゃんが、なんとなく。だよな、今の聞いてたら、うっちゃんが紹介してる、ね。そうそう。今日のゲストは、ケント深谷となんちゃんですって。なんでお前が先なんちゃんでしょ奇跡のあいうえお順奇跡のあいうえお順あ、なるほどね楽器受けから始まってるからねでもいろいろなんか東京来てこのいろんな人と絡めるのが、うん、あ、まあ、これはねこれが本当に楽しくて、うん、大阪ってほんま吉本しかないからマジで吉本しかないからほんまに吉本しか吉本か阪神の選手しかおらんからねほんまにそうほんまになんかユニットライブも名前変わってるだけでメンバー一緒でしょメンバー一緒全く一緒その非合法みたいな感じだからいろいろ出たいですけど、うん、まあちょっとこの深夜電波出れたんで、ちょっと3人で過酷ロケ、思い出残して。ちゃちゃ、テレビやテレビ。そう、ラジオはマジで嫌。そのか誰もついてきてんやろ、別にスタッフ。3人で勝手に過酷ロケやってやって。まあずっと大阪で最初仲良かったじゃないですか。うん、で、みちさんすぐ東京行ったから、うん、まあこういう空白の
まあ、ほんまに、そうそう。もう一回またこっから、さらに、仲良しブーストを。ほんまやな。かけてもらいたい。いや、俺も会いたい。めっちゃ嬉しい。いや、俺だって大阪に帰った時に劇場でケンちゃん会いたらめっちゃ嬉しかった。うわ、ケンちゃんいるわ。よかった。嬉しい。二人に会えて。やっぱさ、どんどん知らん若手増えていくのよ、俺ら。いや、確かに。今からどんどんやで。ほぼ知らない人じゃないですか。袖をって、漫才劇場の袖をってももうちょっと、作家なの？吉本の社員なの？芸人なの？誰なの？そっか、そっか、もうそこまで行っちゃってますよね。そう、わからへんねん。挨拶もせえへんしな、お兄ちゃん。そう。ぶち切れねえんだから。ダメだ。それはダメですよ。一応してくださいよ。切れるよ、それは。挨拶厳しい。厳しいんか、挨拶。挨拶めちゃめちゃ厳しい。いい社会ですから、ね。いい社会でございます。さあ、というわけでエンディングでございます。はいはい、ケンちゃん、2週にわたってね、出演していただいて。ありがとうございます。やっぱりこの最初はみんな尖ってたじゃないですか。うん、で、それが、一回みんなまだ残ってて、この尖りが消えて、この本当に今仲良し期間。そうだね。これ素晴らしいなと思って。だから、このメンバーでもう一度尖りに行きましょう。いや、じゃあもうしんどいね。しんどいね、もう。でも、尖るけどすぐ丸くなりますよ。夜になったら丸くなるけど。俺そうなったら同期と喋らんっていうルールまたもう一回そんなのあったの NSC 生敵やって NSC のやつは全員敵やって言って嫌やろ俺も嫌やもん僕嫌ですもん汗 NSC のやつと喋んの全員敵やからって言われるの僕嫌っすよこの十何年目で今もいやいやいや痛いですよそれは嫌そういう尖りじゃないいや間違いそうでしょダブラズしんべヱさんがめっちゃ優しくお兄ちゃんと一緒バーベキュー行こうやって誘ってくれたんですからそっかそっか丸くしてくれてるんだからねいろいろまたちょっと攻撃的いい意味でなんかいろんなところ行ったりとか一緒に確かにそういうのなんかできたらなんかやりたいですねイベントも呼んでケンちゃんほんまいろいろやってるんだケントフェスケント深谷フェスはいそれが8月26日に無限大メンバーですよね無限大メンバーですだから無限大のイベントとかねそう俺無限大でしばらくなだらこの間久しぶりにだからケンちゃん出たやん一緒に確かにあん時とかめっちゃ久しぶりやった、はい、俺無限大これねごめんなさいねたくさん喋っちゃっていい本当嬉しかったのがミキさんがめっちゃ久しぶりに一緒だったんですけど、はい、ミキさんが本当にあの、ファイブアップぐらいの時のテンションで舞台で書き回してくれたから、こんなにもう結構いろいろ出てんのに、あんなにやってくれるんだって嬉しすぎて。いやいや、いやいや、やるでしょ。いや、楽しい。楽しい。最後らへんはあなたたち死んでましたよ。最後らへん。体力続いてた。バーンって言ってた時、最後の、そう、きらめきメンバーぐらいの時とかを、最後は死んでて、一言も出ないとか知ってたのに戻ってくれてて、あ、これこれこれと思ってさらに好きになりました。最後の時はちょっと揉めてたから。あんまり言うなやなんで最後劇場と揉めてたこと言うなやめてやめてなんでそんなんで終われるの俺も知らなかった情報で結構劇場とパーンって揉めてごめんねなんで言うねんそれちょくちょく言うな気まずなんねんプラスにならないから事実を言って必ずいいっていうことじゃないねん隠さなあかんこともあんねん揉めてません劇場とは勉強だったいや俺もお前と一緒に昔の悲しい思い出覚えてた一緒だったのまた伏線回収してる兄弟なんてやっぱりそうねだからまたぜひ来てほしいぜひいろいろお願いします、はい、だからここではグッバイと言いませんハローとまた言いたいなと出ました出てない、はい、今はい最寄り駅山田くん着きましたちょ気象ないっしょ誰が言ってあんたたちの方が気象いんだからちょ、ケンちゃんでもほんままた来て、ほんまに、ほんまにまだいろいろ喋りたいことあります。楽しみ。近況報告もね、亜生君の前の彼女の近況見ましょう。確かに。後で、また。思い出を増やしていきましょう。はい、ケンちゃんまた。で、ケンと深谷フェスが26日あるので。26日ありますので。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでまた来週です。さよなら。さよなら。See you. キモいね、それ。